諸政党は、水戸藩の保守、門伐派。幕末に、家老、市川博美らを中心に、藩内で改革派、天狗堂と激しい抗争を繰り広げた。諸政派とも、当時水戸城さんの丸にあった藩皇、藩校、行道館の諸政が多かったためこの名がある。水戸藩行道館、文政十二年に、水戸藩主に就任した徳川成明はそれまでの門伐にこだわらず、 自分の擁立に功があった、過失奏から藤田東子、武田幸運斎らの人材を多く投与し、反省改革に着手した。これに反発する門抜派が諸政党の起こりである。彼らは、成明や改革派からの権力奪還の機会を伺っていたが、高下元年に成明が爆名で強制隠居させられ、家督を。 着難の徳川義奴に譲り謹慎を命じられると、年少の義奴を補佐して、反省の中心となる。しかし成明は、謹慎が解除されるや、義奴を貢献して反省に復帰したため、門伐派は再び勢力を失ったかに見えた。安政五年に、大老、井伊直助が、日米修好通商条約を独断調印すると、これを批判した成明は、英秩序を命じられる。 これに対し、水戸藩改革派が、朝廷に運動し、土の絵馬の密直が下されると、幕府は、その返納を要求、密直問題をめぐって、水戸藩内で返納を主張する、門伐派が復活。これに反対する、改革派急進派との対立が激化した。幕府の進化であるはずの水戸藩へ、朝廷から直接直書が渡されたことにより、威信を失墜した幕府は、 水戸藩改革派を断罪、それに反発した激派が、桜田門外の変、坂下門外の変などを起こして、さらに弾圧され、改革派は力を失い、幕府に教準する、門閥派が藩内で勢力を強めた。源氏元年3月、改革派激派の藤田小四郎らが、筑波山で挙兵すると、危機感を抱いた、門閥派の市川三左衛門、佐藤信智か、浅比奈康尚、 鈴木エむねらが改革派の敗撃を始めた。7月、幕府が天狗党追悼令を出し、日立、下野の諸藩に出兵を命じると、市川らは行動官諸政を中心とする部隊を組織して、天狗党の討伐を開始した。ここで諸政の党、すなわち諸政党が反天狗党の総称となり、水戸藩領内各地で市民が諸政党側と天狗党側に分かれての抗争が始まった。 諸政党軍は、下妻近くの多方院で、藤田ら天狗党軍の野衆を受けるなどして敗走。水戸へ逃げ帰ると、水戸城を占拠し、天狗党に加わっている者の,の一族の屋敷に放火し、残っていた権人を投獄した。これを聞いた、天狗党が水戸城に迫ってくると、諸政党は、城下で迎撃、勝利した。この内乱鎮静のため、京都にいる藩主、 吉安のなしろとして、ししど藩主、松平頼りが、爆命により、水戸へ下校する。しかし、一行の中に、武田幸運祭ら改革派の要人が加わっており、改革派の市民も多く同行していたため、改革派に主導権を握られることを恐れた、市川らは戦備を整えて、一行の入場を拒絶。頼りは入場させるよう市川と交渉するが実らず、やむなく、 よりのりは、中港に尻き天狗党と合流する。爆命を受けたよりのりを敵に回したことで、反逆の罪に問われることを防ぐため、諸政党は幕府に働きかけ天狗党と共に、よりのり一行も討伐対象とすることに成功し、水戸城下で戦闘を繰り返した。10月、諸政党は、田沼依存をショートする幕府の討伐軍の応援を得て、中港を包囲し、 ついに天狗党を敗走させた。一橋義信の仲介を頼りに、天狗党が京都へ去り、諸政党が反省を掌握すると天狗党や、その協力者の弾圧を進めた。12月、藤田ら天狗党一行が、越前鶴賀で、討伐軍に降伏し、その多くが処刑されんは自圧された。諸政党は、藤田小四郎や武田幸運斎らの首を水戸に移して、罪人として晒し、 乱に加担した者の家族を処刑した。慶応4年に1月、母親戦争が始まると、諸政党に対する追悼命令が、朝廷から出された。これにより、水戸藩に戻った、本国寺党をはじめとする、天狗党の残党と諸政党の間で再度抗争が起こり、今度は、俗軍となった諸政党はたちまち勢力を失い、市川らは、水戸を出して、合図へ向かった。 武田金次郎ら天狗党が藩内での権力を掌握すると、諸政党やその家族に対して激しい報復が行われ、各地で多くの諸政党市民が処刑されたり投獄されたりした。ミトを脱した、市川ら約500名の諸政党軍は、市川勢党と称され、奥越列藩同盟の参加に入って、新政府軍との戦闘に加わることとなる。市川らはまず、会津城下を目指すが、 藍津藩から越後方面の防衛を依頼されて、柏崎に向かう。北越戦争の際には、出雲崎に駐屯しており、藍津藩や桑名藩等の隊と共に、柏崎周辺で新政府軍と戦うが、深夜、灰詰などでの戦闘に敗れ、数十名の戦死者を出して、ヤ彦に退却する。7月29日に、長岡城が陥落し、8月中旬に、 越後方面の戦線が崩壊すると、合津藩兵らと共に合津に撤退した。その後、新政府軍が合津に進行すると、市川らは合津藩の指揮下に入って合津戦争を戦う。冬坂峠の守備についていたが、8月21日にボナリ峠が陥落して、新政府軍が合津若松城に迫ると城下に戻り、土佐藩兵を主力とする新政府軍と、 大手門付近で戦って、これを撃退、入場して、城の防衛につく。その後、合津藩画廊、佐賀は官兵指揮下で場外において戦っていたが、9月22日に合津藩は降伏する。9月25日、田島で合津藩降伏を知った、市川らは、越後長岡藩兵や、回転隊などと合流して、合図藩領を脱し、合図戦争参戦のため防備が、 手薄になっていると思われた、水戸城を目指す。出発した一行の人数は500人とも1000人とも、言われる。だが早くも9月27日、片札で、大田原反兵、彦根反兵などの軍勢に捕捉され、戦死者6名を出し退く。さらには、サラドにて、黒羽反兵と交戦し、11人の死者を出す。水戸藩領内に入り、 天狗島側の守備隊を破りながら9月29日に、水戸城下に到着するも、城の守りは固く入城することができなかったため、名前の由来となった行動館を占拠して立てこもる。これに対し、天狗島軍は10月1日に攻撃を開始、激しい銃撃戦が行われたが、諸政党に同行。諸政党軍は天狗島軍に戦死者87名と大きな損害を与えたが、 諸政党軍も戦死者、約90名他多くの負傷者を出し、翌10月2日夜になって退却した。再び、水戸を脱した、諸政党軍は、玉作り、イタを経て10月4日に調子において、尾身川藩半兵と高崎半兵の攻撃を受け配送した。10月6日、8日市場に逃れたが、水戸藩天狗党軍の追撃を受け、松山村にて、 朝日奈や太郎以下多数の戦死者を出して、ついに諸政党は壊滅した。市川三左衛門は逃亡し、東京に潜伏していたが、明治2年に捕らえられ、水戸で処刑された。水戸藩諸政党鎮魂碑。ありがとうございます。